仙台いろはが手掛けるフリーペーパーいろはマガジンの6月号が現在配布中です。おうち時間の長い今、県内の美味しいものを取り寄せておうちカフェはいかがでしょうか。こちらをご覧ください。じゃーん、見てください。タルトとキッシュ、村田のおうちカフェセット薬膳茶です。かわいいし美味しそうですね。早く食べたい。まずご紹介するのは、三里町の農家が営むカジキ屋のキッシュとタルトのアソート瓶。元フレンチシェフのご主人が作るキッシュとタルトが4種類ずつ入ったセットです。その中から舞茸とスモークサーモンをいただきます。うーん、トロトロだししっとりしてるし、食感がいろいろあります。あ、舞茸すごいわ。これ大きくないですか。だってこれでかい、大きいです。おいしい。続いて同じアソートの中にあるタルト、選んだのはあんずを乗せたタルトですが、気になったのはこの緑色の生地。ん、おお、おいしい。ピスタチオです。これピスタチオのまろやかさとあんずの酸味が合ってるピスタチオです。これはピスタチオ。詳しくはカジキ屋のインスタグラムをチェックしてみてください。そしておうちカフェにおすすめのドリンク、こちらは石巻のカフェ虚空茶房ももで人気の薬膳茶2種類のセットです。あー、なんか薬膳茶って苦いのかなと思ったんですけど、これ紅茶みたいで飲みやすいですね。美味しいです。これお菓子にも合いますね。続いてご紹介するのは、多賀城の人気パティスリー村田のおうちカフェセット。有名ですよ。いや、並ぶんです、行列なんで。それが家に届くっていうのはもう信じられないぐらいすごいこと。あ、これはイチゴかな。でもマカロンだけじゃなくて、クッキーとかフィナンシェかな、もういっぱいあるんですよ、種類が。美味しい、本当に。人数に合わせたセットが選べるのも嬉しいポイントです。県内の美味しいものを取り寄せてプチ贅沢なおうちカフェ、皆さんもいかがでしょうか。いろはマガジン6月号はこの他にも保存食を活用したレシピなどを特集しています。番組ホームページからも読むことができますので、ぜひチェックしてみてください。